はいどうも、ヒョードルです。ワイルドアームズセカンドイグニッション続きをやっていきたいと思います。ティム君は実は隠れ里バスカーの生まれで、ガーディアンと心をつなぐ資質があるっていうことでね、その試練を受けに行こうっていうところですね。皆さんの案内は私に任されました。里から南に下っていった森の中に試練の場の入り口が隠されています。特に目印はありませんので、見落とさないように気をつけてください。コレットちゃんね。キムほどじゃないけど、ちょっと資質がある子。もともとはね、このコレットが後継者になる予定だったけど、キムくんちょっと男見せましたね。あった、これかな？ヒサレ市試練場、これですね。ここが入り口です。私が案内できるのはここまでです。ここがガーディアンたちを報じる神殿、柱なる存在を取り決める試練場なのか。そして選ばれし候補者ってのがティム君ですね。神殿の奥に壁と呼ばれる広間があるそうです。そこまでは候補者を守る戦士の皆さんも一緒に行くことができます。でも壁の向こう側には僕一人なんだね。誰だって一人ぼっちになる時くらいあるよ。大好きな人だからっていつまでも一緒にいられるとは限らないんだよ。でもさ、そんな辛いことがあっても平気へっちゃらでいたいじゃない。君は男の子なんだから、もう少し元気があってもいいはずだよ。試練だかなんだか知らないけど、元気をもらえるものだと思えば儲けもんじゃないでしょ。そうですね、元気があれば何でもできるわよ。まるで魔法みたいに。心配しなくても僕たちが守ってみせる。僕が決めたことなのにくよくよしてたらおかしいですよね。ありがとうございます。もう大丈夫です。心配しないで、僕行ってくるから。いいのいいの、行っちゃうなら危ないところだって聞いてる。待って、お、言えた。この近くにお花畑があるんです。誰も知らない綺麗なお花畑が。あれ何言ってるのかな私。僕行ってみたいな。帰ってきたらお花畑を見せてほしいな。うん、じゃあ私待っている。ティム君が帰ってくるのここで待っているから。これと勇気出したね。まあティム君もこう帰る理由が、帰ってこなきゃいけない理由がねできてよかったんじゃないでしょうか。おお、なんかいたわ。アセーレ、待っていたのだ。君が継承者なんだな。わかるのだ。君なら心を通わせることができるのだ。眠りにつきし旧支配者ガーディアンたちとね。君は誰なんだい。そうだったのだ。君たちからすれば明確な存在故障がないというのは不便なものだったのだ。プーカなのだ。プーカのプーカなのだ。ええよくわからなかったんだけど、いくつかあるアセーレ種の中でもプーカは特別なのだ。子という認識が希薄。うまく言えないのだ。つまりプーカはプーカであり、それと同時に別の何かでもあるというわけなのだ。わかったかい。あうあっと、つまりあれってことなのかな。無理にまとめようとしなくてもいいぞ。ごめんなさい、僕にはよくわかりませんでした。聞いたことがある。アセーレーシュプーカ、ブラッドさん何でも知っとるね。子という意識レベルが低いために他の情報マトリックスを取り込むことでその姿特性をコピーできるという、あの。そうなのだ、言いたかったのはそれなのだ。人呼んで変身アセーレーとはプーカのことなのだ。あ、僕はティムです。でも
その変身亜精霊がどうして僕を待っていたんだい？風花はガーディアンの下に、ガーディアンの元に君を導くのが役目なのだ。一緒に行くのだ、ティム。ガーディアンは君を欲している。すべてが手遅れにならないうちに。風花の力が必要な時は、近くで呼び出してほしいのだ。君の手が届かない場所でも、風花が代わりに調べることができるのだ。足手まといかもしれませんが、僕もバトルに参加させてください。昨日の夜、佐藤佐さんに聞いたんです。僕も母さんと同じゾアプリーストだって。僕がモンスターをやっつけることで、装備しているミディアムからパワーを引き出せるようになるんです。僕は試練を果たしたい。僕も強くなりたいんです。だからお願いします。これがね、超絶めんどくせえんだよね。ぶっちゃけね。まあ言ってた通り。あ、てか俺これあれだな。ここ来る前にテレポートジェムで一回ティムのパーソナルスキルつけてきた方が良かったかもしれない。まあ、いっか。これね。これだよな。レストっていう左の数字かなが5、15、35ってあるんですけど、これが、このミディアムを装備して敵を倒すことで数字が減ってくんじゃなかったかな。だからオードリュークを今装備してるんで、オードリューク装備してる状態で5体敵を倒すとファーストエイドが使えるようになるみたいな。第2の魔法使いですね。残念なのはリルカより魔力が高いんだよね。本当ここはもう設定泣かせというか、設定泣かせっていうか設定がゆえというかね。ここあれですね、風花をこうやってこう出すことができるんですね。でティムがこっちのスイッチを押さえてるんで、風花でポチッと同時押し。リルカはやっぱり落ちこぼれだからね、ちょっと魔力低いんだよね。上の階には宝箱ありますが、下には何もなさそうですね。これ上に上がれるのか？あ、上がれそうかな？これなんかさっきんとこ、クレストグラフ、イエーイ。おー、2枚目。こっちが行く道なんじゃねえかって感じが。なので、ちょっとこっち先に行ってみましょうかね。これはあれだな。風花で押さないと、多分間に合わないです。ここも風花かな。よいしょ。ハートリーフ、ダウンハーテッドを向こうか。ダウンハーテッドってなんだっけな。なんかオリジナルパワーが全部使えないとか、こういう感じのやつだったかな。攻撃もできないみたいな感じだったような気も。ここはもうあれか、リフト動いたままなんです。じゃあここ進んでいきましょう。ちょっと複雑ですね。あそこにドアというか扉というか道があって、ぐるっと回ってくるような感じなのかな。あ、ここは届かないんだ。
あ、なるほどね、降りちゃった。ということは？だけどここはあれだな、じゃあギリギリのところでプーカってことか。あっとったまっすぐダッシュできなかった。じゃあこれ押してセーフ、ゲイで、ここも多分一緒ですね。ゲイ、たまには戦っときましょうかね。キムでとどめ刺さないといけないんだよね。アシュレイとブラッドだとなんか一発で倒しちゃいそうなんだよ。アシュレイで一回攻撃してみようかな。倒しちゃうかな。うん、やっぱそうだよね。これ結構めんどくさいんだよね、だから。まあしょうがないんだけど。じゃあ、ちょっとリルカ出しとこうかな。これは2つあるけど、こっち見落としやすそうだから、こっちがやっぱりね、右キャロットと右キャロット。そろそろ壁じゃないかなあ。やっぱり来ちゃった。まだ俺何も1回しか戦ってないよ。突き動かされるような感覚、この試練場に満ちている意志のようなものが集まっていくような。わかるのかい？そう、それはガーディアンの波動なのだ。彼らの意志は波動となって力ある形を取ろうとしている。これも一つの試練なのだ。嫌な感覚はこの波動に敵意は感じられません。でも気をつけてください。僕たちを試そうとしています。ボスか。これいた。あ、複合植物怪獣レギュレウス。複合ってのはどういうことなの。本当なんかもう怪獣だな。こうなってくるとちょっと今ティムは用なしかな何もできないからね。レギュレウス、じゃあアークは、まあアークじゃねえわ、アシュレイはちょっとウェポンで、イルカはどうだ。弾込めてくるの忘れたわ。あれ植物だし非弱点でしょ。やっぱそうだよね。いいですね、一発で1000。蝕み草エキス6か。ロックオンプラス ABM プレデターで、アシュレイは自分にアンチ通って、リルカはフレイムですね。基本リルカはなるべく攻撃したいところですね。エレーレ草エキス、なんだろう、混乱かな色的に。あー、やっぱりイエー。
よかった、ブラッド混乱しなくて。混乱、あったあった。安らぎの風車。リルカの混乱をまずはときましょうかね。またエレエレそうかよ。あ、やば。あ、いや、よかった。アシュレイだけだ。じゃあちょっともう一回アシュレイに、安らぎの風車で、リルカは攻撃。フォースもレベル2まで上がったし、ちょっとパラメーター上がってるけど、あんまりダメージ変わんないですね。はい、余裕。えい。これが試練だったのか？あの怪獣がガーディアンだったのか？あれはガーディアンなんかじゃないのだ。今や意識体を残すのみとなったファルガイアの旧支配者ガーディアンは自身の力では実体化することはできないのだ。じゃあ今のは一体何だったのよ。私たちまで襲われちゃったのよ。おそらくは試したのだ。柱のみならず柱を守る戦士たちの力量も一緒に。それを退けたんだ。試練は？いえ、まだ終わっていないみたいです。僕に呼びかけてくる声があります。僕が柱を受け継ぐにはさらにこの奥を目指さなくてはいけないみたいです。じゃあちょっとティム君もう一回ちょっとね、ちゃんと技を覚えていかないとダメだよな。とりあえずセーブ。そもそもザコ敵飛ばしちゃうんだよな。エンカウントキャンセルできるからね。つい、これより先柱の資質なき者進むべからず。柱の後継者はただ一人にてその修練を受けるものになり。なるほど、もう壁ですね。じゃあここからが壁。この向こう側に待ち受けているのが僕の試練なんだね。なのだ、意識体であるガーディアンの力を具現化させる能力、君はコンバインを試練の果てに手に入れなければいけないのだ。プーカと一緒にね。僕とプーカで最初に言ったのだ、一緒に行こうって。ティムとプーカはずっと一緒でなきゃダメなのだ。みんなのミディアムを渡してほしいのだ。ミディアムはガーディアンの情報マトリックスが石化したもの。コンバインにはミディアムが必要不可欠なのだ。コンバイン、ずっと前に母さんが言ってたミディアムに秘められたもう一つの力ってこれだったんだね。行くのだティム。もう完全になんか、なんだろうね、風化マスコットですよね。これはあれやな、ダッシュする系のやつや。あーた、くだ、騙された。あれ？あれ？ビッチが押せない。よいしょ。ゴルゴダ形状でも同じようなのがあったよな。はい。ゴー！はい。まただ。今度は？あー、またかよ。じゃあどこで止まればいいか分かんないから、ちょっと難しいんだよね、地味に。よいしょ。
ゴー。よーし、ここやっぱ敵出るよな多分。これは降りちゃっていいのかな。あ、しまった反射的に罰をしちゃうんだよな。これはあ、宝箱だ。クレストグラフやったね。次はキャンセルしないぞ。強い気持ち。でステータス見てみると、5だったのが3まで減ってるんですよね。なのであと3回とどめを刺せば技を覚えることができると。これどうしようかな。これ押せるかな。無理そう。いけたわ。これ押せたら余裕でしょ。うん、なんかそろそろゴールっぽくない？ほら来た。まだ一個も技覚えてないのに。この光、オードリュークのミディアムがまた輝いている。光に耳を傾けるのだティム。君ならできる。君は後継者なのだ。本当だ、声が聞こえるよ。何時、我らが意志を力と共に具現化せし者よ。後継者足りうる者よ。何時が名を我らに捧げよ。ティム、僕の名前はティム・ライムレスです。何時の血は我らの意志となり、何時の肉は我らの力となろう。僕の血？肉？一体それは？死する宿命を背負いし者よ。さあ、乗り越えるがいい。次なる試練は我らを呼び覚ますことにあり。死する運命って、これ柱になったら死んじゃうってことじゃないの？これ幻影というか、変幻忍者怪獣ゲヘナネロス。こいつがね、こいつのデザインがほんといいんですよね。ザ怪獣って感じ。レベル2まで貯めたフォースを一気に解き放つのだ。君が装備しているミディアムの情報マトリクスを風化が形ある力に昇華してあげるのだ。使用者のフォースと風化の変身能力一つに放つのがコンバインなのだ。まずはグルジエフなど攻撃能力を持つガーディアンをガードに装備するのだ。風化とティムの2人でコンバインを発動させて立ちはだかる試練を跳ねのけるのだ。1と2と3はどうだったかな。戦闘中にね、装備を変えれるんですよね。じゃあグルジエフ装備しましょうかね。ディフェンサーがあるのか。とりあえずフォースをレベル2まで貯めないといけないですね。50ですね。影分身。えい。49。岩塩、回復か。これで、コンバイン貯まりました。いっちゃえ。まあ、いわゆる召喚銃みたいな感じですね。マグネトロンボム。てな感じの。めっちゃ強え。ワンパン。このなんか上半身だけ爆発するのとかも完全に怪獣ですよね。
我らが結びし現像を退けしは孫をことなき後継者の力。ティムよ、死する宿命のものよ。これ怪しいね。証はここに建てられた。何時こそが後継者。我らを解き放てし柱たる身を供物となりて捧げられし時まで行く健やかに健やかに。我らは待つ柱たる身を、ファルガイアの空を蝕まんとする来たるべき真の脅威を退けるため、生贄の祭壇に何時の意志で立つことを。フォースコンバインを習得した。試練を果たせた。この僕が試練を果たせたんですね。信じられないよ。信じるのだ。それは間違いなく君の信じる力が導いた現実、君が成し遂げた本当なのだ。僕が成し遂げたこと、やっぱりなんだか夢みたいです。でもすごく嬉しい。ドキドキするよ。プーカもドキドキするのだ。まるでティムのドキドキがプーカにも映ったみたいなのだ。すごく嬉しいのだ。かわいいな。急いでみんなのところに帰ろう。みんなにも僕のドキドキを伝えてみたいんです。ティム、プーカ、よかった、無事だったのね。待っているこっちはほんとドキドキだったんだよ。後継者の試練、果たせたのか。はい、果たせたみたいです。でもまだ実感が湧かなくて、胸がドキドキしていることくらいが変わったことくらいです。よくやったなティム。僕もドキドキしてきたよ。ドキドキってさ、映るもんなんだね。はい、そうみたいです。テンション上がってるね。さあ、ティムが試練を超えて手に入れた力をみんなにも授けるのだ。ファルガイアを支える力の一部、ガーディアンの力をみんなとプーカで具現化する力、これがコンバインなのだ。コンバインにはみんなのフォースが必要なのだ。フォースを使ってプーカがガーディアンの姿と能力をコピーする合体技なのだ。だからプーカが一緒にいない時には使えないことも気をつけてほしいのだ。フォースコンバインを習得した。レベル2のフォースはみんな一緒なんですよね。これとティム君、終わったよ。お、花畑綺麗だね。わあ、本当にすごいね。誰かに教えたくなるのもわかるよ。うん、でもまだ誰にも教えていないんだよ。え？ティム君が最初だから。私の代わりに試練を受けてくれたんだよね。違うよ。どうかな。だから私の一番大事なものを教えたかったの。この瞬間のお花が一番綺麗だから。ありがとう。ずっとずっとお花綺麗なままでいたらいいのにね。ずっとずっとこのままでいられたらいいのに。うん、やだ、混ぜちゃって、もういい感じになっちゃったな、すっかり。